ちは。ハンターハンターでゴンの声を担当させていただいております、ハンめぐみです。この度はユニオンアリーナ英語版の発売決定おめでとうございます。わー！アメリカでの発売が決まりました。すごいですね。ユニオンアリーナはなんといっても世界観の再現度が本当に高くてですね、ゴンやキルアたちとのあのバトルや助け合いがカードで再現できちゃうのがポイントなんです。しかも書き下ろしイラストや豪華な加工のカードがたくさん、つい集めたくなっちゃうカードなんです。そしてなんと今回ハンターハンターのブースターパックには私の3入り箔押しカードが封入されちゃいます。皆さん絶対にゲットしてくださいね。ではいきますよ。最初はグー、じゃんけんグー。またね。皆さんこんにちは、虎杖悠仁役の榎木淳也です。アメリカの皆さん見てくれてますか？ユニオンアリーナの北米展開おめでとうございます。僕は一足先にユニオンアリーナの呪術廻戦のカードを見せてもらったのですが、いやすごいですよ。なんかキラキラ光ってましたね。加工が豪華でございましたけれども、あの虎杖のカードね、僕も使ってみたいなと思いました。なんと虎杖や高専のメンバーたちと呪霊呪詛師の激闘もカードで再現できるらしいんです。アニメもますます盛り上がっている呪術廻戦、ユニオンアリーナでもたくさん遊んでください。よろしくお願いします。待たせたな、黒崎西子死神代行だ。どうも皆さん、あ、ハッピーニューイヤー。新年明けましておめでとうございます。黒崎西子役の森田正和です。そうです、私めでたいものです。ありがとうございます。今回ユニオンアリーナね、あの有名なカードゲームでございますが、このユニオンアリーナの英語版のリリースが決定したということでございます。おめでとうございます。コングラチュレーション。ありがとうございます。このユニオンアリーナのこの英語版のリリース、なんと来年の10月ということで、うわーびっくり、もう1年切っちゃった、大忙しい。来年の10月ですよ。もういても立ってもいられないということで、今回カメラの前にやってまいりました。ユニオンアリーナ特徴なんといってもですね、豪華なデザインなんですよ。ちょっと見せましょうね。もうこんな感じ、ドン、ほらキラ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 してるでしょ。すごいんですよ、すごく美しい。この僕の目の前に持ってるのこれね、イチゴですね。これもキラキラしてて素晴らしいんですよ。でもこれだけじゃない、こちらのねポケットにもね、なんかマジシャンみたいですねこれ。見てですが、こちらパーン、見えますかねこれ。これね、ここに箱押しでイチゴが出ていたりとか、いろんなデザインのカードがあるというのがユニオンアリーナの非常に大きな特徴になってます。そして、このユニオンアリーナでしか手に入らない特別版というのも収録してるので、そちらのもぜひゲットしていただきたい。あとね、ここだけの話なんですけどね、黒崎イチゴ結構強いという噂を聞いております。ありがたいですね。これはマストで手に入れていただきたいなというふうに思っております。ぜひ世界中でユニオンアリーナのブリーチのカードを遊んでもらえること、それ僕すごくね楽しみにしております。ぜひ発売したらぜひ手に取って遊んでみてください。そして皆さん、カードゲームやるとき必ず始めようぜ、やろうぜ、よし行くぞ、よし行こうっていうような感じで、このねユニオンアリーナはちょっと楽しんでいただきたくないと。ぜひブリーチなんで、よしじゃあこれからブリーチユニオンアリーナやろうぜ、行くぜって時にスタートではなくて、みんなで一斉に行くぜバンガイという風に言ってゲームを始めていただいたら嬉しいです。それがアメリカ方面から太平洋を渡って僕の耳にも届くので、ぜひともバンガイと言いながらこのユニオンアリーナで楽しんでいただきたいと思います。それでは販売まであと、10ヶ月、もう10ヶ月しかないので、皆さんお小遣い貯めて、お店の前で待機してください。それでは皆さん、またお会いしましょう。以上、黒崎いちご役森田正和でした。じゃあねー。